アランシアラーはイギリスニューカッスルアポン・タインゴス・ホース出身の元サッカー選手。サッカー指導者。現役時代のポジションはフォワード。1990年代のイングランドを代表するストライカー。イングランド代表ではキャプテンも務めた。プレミアリーグにおける通算260ゴールは歴代最多記録。サウサンプトンのユースチームを経て1987年に トップチームに昇格。デビュー戦となったアーセナル戦でいきなり、ハットトリックを達成する活躍を見せた。以降、ゲイリー・リネカー引退後のエースストライカーとして、ファンの期待を集め、イングランド代表にも招集。1992年2月19日のフランス戦で、代表デビューを果たす。同年プレミアリーグに昇格したばかりの、ブラックバンド・オーバーズへ移籍すると、クリス・サットンとの、 SAS コンビで1994から95シーズンにクラブを優勝に導くとともに自身も得点王に輝きこのシーズンでリーグ通算100ゴールを達成したその後活躍が認められビッグクラブからのオファーが相次いだが故郷であるニューカッスルユナイテッドでプレーすることを決意自らが尊敬する元代表フォワードケビン・キーガンが監督を務めていたことも 後押しとなった。入滑する遺跡後も順調に活躍し、3年連続プレミアリーグ特典王の開挙を達成した。1996年に地元開催となったユーロ1996では、チームはベスト4に終わったものの特典王に輝いているが、イングランドにはガスコインを筆頭に有能なパサーがソロインゴールするには持ってこいの状況であり、 前日の通り3年連続プレミアリーグ得点王だったにもかかわらず、1994年9月7日のアメリカ戦で2ゴールを挙げて以降そのユーロの期間中に、当たる1996年6月8日のスイス戦まで20試合もゴールを挙げられずに、シアラーパズルと呼ばれるほど不審だったため、イングランド代表では通算63試合に出場して30得点しか挙げられなかった。 キャリアの中で度重なる故障に見舞われたが、1998年のフランス W 杯ではキャプテンを務め、チームの柱として活躍。2000年、ユーロ2000を最後に代表を引退したが、長らく代表復帰を望む声が根強かった。2002年、プレミアリーグ創設10周年を記念して、国内最優秀選手に選出。また2004年には、 国際サッカー連盟創設100周年記念式典で、ペレが選出した、偉大なサッカー選手100人、フィファ100の一人に選ばれている。2004から05シーズンでの引退を一度は、発表していたが、ファンの強い要望からこれを撤回しもう1、シーズンプレーすることを決意。2005から06シーズンは、マイケル・オーエンの加入により、新旧イングランド代表フォワードの2トップを形成した。 2006年2月6日のポーツマス戦で、ニューカッソルの往年の名選手、ジャッキー・ミルバーンの持つ同チームでの通算200ゴールの記録を更新。同年5月11日、本拠地セント・ジェームズ・パークで引退試合が開催され、多くのファンが別れを惜しんだ。クラブで通算651試合出場283得点。ありがとうございます。